悲しい音。え？止まないの。ずっと、ずっと昔から。止まないって、あの鐘のこと？アーケディアでも近くに来ているのかな。ねえ、ここって…ここは、楽園。遥かな昔、人と神とが共に暮らしていた場所。そして、私たちの故郷。え、嘘！ここが…クリスタル、君はブレイド。私の名前はホムラ。え、俺は知ってます。レックスでしょ。どうして俺の名前を。さっき私に触れてくれた時に。さっき。あれ、そういえば俺なんでこんなところに。あなたは死んだ。真に胸を刺し貫かれて。真、胸を。思い出した。俺はあいつに。大変だ、みんなが。このままじゃ紹介のみんなが。ダメだ、俺死んでるんだった。くそ、死んでさえいなきゃあんなやつ。レックス、お願いがあります。私を楽園に連れて行って。楽園って、ここじゃないの。ここは記憶の世界。遠い遠い私たちの記憶の世界。本当の楽園はあなたたちの世界。アルストの中心に立つ世界樹の上にあります。記憶、幻みたいなもんか。でも無理だよ、俺死んじゃったんだろ。君の手助けはできそうもない。私の命を半分あげます。そうすればあなたは生き返る。私の天の聖杯のドライバーとして。天の聖杯のドライバー。それってどうします、レックス。ここはホムラの故郷なんだよね。ええ。本当にある、レックス。あなたの考えていることはわかります。そう、ここに来ればアルストの運命、死にゆく大地の呪縛から解き放たれる。もう未来に怯えなくて済む。なら答えは決まってる。いいよ、行こう、楽園へ。俺がホムラを連れて行ってやる。ありがとう、レックス。私の胸に手を。えっ、ー